1>, 1位じゃなくてもすごい。日本将棋連盟は5日2020年の獲得賞金対局量ランキングを発表し、同年8月に最年少で2冠に輝いた藤井聡太2冠、18王位規制が4554万円で4位となり、19年の9位に続いて2年連続でベスト10に入った。1位は、豊島正幸、2冠30、竜王、明王で1億645万円だった。 同ランキングでは、騎士が獲得したタイトル戦での対局量や、優勝した際の賞金、その他の棋戦で勝った際の、賞金などの合計金額が発表された。プロ棋士の勝又聖和七段は、対局量や優勝賞金は、棋戦によって違う。タイトル戦では、竜王戦と名人戦が一番高額。そこからランクが下がるごとに、賞金や対局量の値段も下がる。藤井二冠は、 企勢戦や王位戦の対局量と、賞金の他に、銀河戦の賞金などが加算されて、4554万円だったということでしょう。1位の、豊島二冠は、竜王戦と秋田王戦で優勝した他に、名人戦の7番勝負でも戦っている。それに、他の企戦の対局量も加わって、1億という金額になったと解説する。対局で勝てば勝つほど、階級が上がり、対局量も上がるという仕組みだ。 昨年、最年少で2冠という史上、初の快挙を成し遂げ、多くのメディアで取り上げられた藤井2冠活躍のイメージが強いだけに、対局量ランキングが4位という結果は、意外なようにも感じる。しかし、勝又氏は18歳で、4554万円はすごい。豊島2冠や、ランクインしている他の騎士は、30代や20代後半がほとんど、 そう見ると藤井二冠は18歳でもう4,000万円プレイヤーなのかという感じです実力も十分にあるので藤井二冠も他のタイトルを取ればすぐに1億円プレイヤーになれると話す藤井二冠が奥の男になる日はそう遠くはなさそうだ次のオーディオビデオでお会いしましょう棋士の年収が少ないというコメを多く見るが しかし将棋は、業界人気の割にはかなり恵まれている方だ。伝統文化として守られている部分も強いしね。主に、新聞社が積極的にお金を出すような構造は、珍しいらしく、将棋よりずっと普及しているチェスなどでは、強くても全然稼げない選手も多いと聞く。東大合格なんてものじゃない。それにしては、もっと稼げてもいいような気はするが、将棋の人気やスポンサーなどとの兼ね合いもあるから、仕方ないか。 お金じゃなくて、好きなことを職業にできる幸せは何者にも変えられないですね。将棋はさ、地味な方が楽しみやすいんだよね。お金とかも大事だけど、そこばかり。メイクとすぐ崩れるからね。将棋一本で生きていくって、相当の努力の才能ないと無理。すごいとしか言いようがないです。頭いいな。どんな環境の中で育ち、どのように育てていったのかが気になります。子供たちは、育て方次第で、このような子供に育っていきます。 幼い頃から父親か祖父か大人たちのやっていたことに興味を持ちやるようになったのでしょうね。そして親御さんたちも上手に褒め育てしていったのだと思います。幼児ね、2から3歳頃の子育てが一番大切で、親や大人がしていることをしっかりと見て、真似て育っていきます。幼児だから何もわからないことはないです。怖いくらいに親のすることを見ています。 それはダメ、これもダメと言って育てると、何事にも自信の持てない子に育ちます。一つでも子供が興味を持ったことをさせてみるようにすると自信を持つ子に育っていきます。危ないことをしてるときは教えながら、人に対しての善、悪も教えて育てていくことで、そうすると育っていく上で、良いこともたくさんしてくれる成人に育っていきます。頭脳集団の割には、トップ棋士を除くと、獲得賞金額が低いのではないかと思う。 竜王戦は優勝賞金だけでなく対局量まで細かく公表されているが他の棋戦は推定賞金となる正直なところ竜王戦以外の他のタイトル戦一般棋戦の賞金額対局量をもう少し上げられないものかと思う同年代の子供を持つ親として正直思うのは藤井棋士はモンスターという印象ですね同じ土俵で語れない雲の上の存在という意味ねそして私の生涯賃金より 藤井騎士が将棋で1年間で得たお金の方がずっと多いであろうという悲しき事実ここまで日本に明るい話題を与えてくださる藤井二冠の功績を考えると安いような気がしますね年齢を考えたらもちろんすごいのですがウェブメディアや広告費などの復習ゅに入れたら藤井棋士がトップなのでしょうか金額を聞いて思った以上に少ないなっていう印象年々将棋にお金をかけようっていう人間が減ってるんでしょう 直接的にも間接的にも、新聞も取らなくなったしね、やはり4強と呼ばれるタイトル保有者が、順当に上位4人を占めましたね。既選主催者様、共産スポンサー企業様に感謝、藤井二冠の金額はすごいけれど、10位の千田七段で1700万円という数字は、どう捉えたら良いのだろう。天才集団の中で、プロ棋士になるだけでも、大変で、さらにその中の10位で、この金額というの、寂しい気もする。 対局料料料以外に指導料や講演料が入るだ、もっとも株主優待で有名な桐谷さんは1億くらいの株式を保有しているらしいから、そんなに苦しい生活でもないのかな。対局料以外にも収入は入るから、サラリーマンでいう基本級程度、人気棋士はそれ以外の収入も多いので、トップ棋士でこれくらいの収入とは思わないでほしい。 高校生が実力だけで稼いだ賞金、対局料4,554万円、今年は一体いくら稼ぐのか。本人は無頓着のようですが、やはり賞金と対局料にはこだわってほしいですね。天才集団の年収としたら、かなり安い。イベントなどの出演料や、印税など、その他の収入もあるはずだけど、将棋界全体として、今の数倍くらいあってもよい。うちの子と同い年、うちの子はまだまだお金がかかる年齢。 トップクラスのプロ棋士、プロ棋士になるのも大変だし、その中でもトップクラス本当にすごい。謙虚な姿勢でも実力があり、応援したくなります。藤井二冠がトップに君臨しつつある今は、すでにトップ棋士ですが、これから全盛期を迎えるという意味で、将棋のマーケットを拡大する上で、千載一遇のチャンスです。連盟はうまく、メディアを利用して、将棋の裾野を広げていってほしい。 昨年のアベマトーナメントは地上波で流してほしいくらいの面白さでした。私の周りにもアベマトーナメントを見て将棋に興味を持った人が結構います。もっと上げてもいいぐらいの貢献度だと思います。好きな子としてお金を稼げるように私もなりたかった。羨ましいとは言っても才能ももちろんでしょうがすごい努力をして築き上げてきた結果ですね。高校生でこの収入はすごいけど一つの道を極めた人の収入としては。 まだまだ少ない。やはり、人気と収入が伴わないと、目指す人は増えないし、マイナースポーツと一緒の悩みかな。神様がいたら、何を、と聞かれたら、一度勝負してみたい、という純粋に、将棋大好きな人、賞金の話は別、さらに強くなっていく、ソータを何時も応援しています。過酷な割には思ったほどで、なくて、正直びっくりしました。ですが、賞金額はともかくとして、好きなことで収入が得られる。 素晴らしいことですねこれからも体に気をつけ頑張ってくださいすごいな高校生だものね他の将棋の騎士も女流の騎士も藤井君のおかげで表舞台に出てきたよね将棋連盟全体が藤井君のおかげで人気度アップだよねこれから藤井君は大学進学しないで将棋専属だよねスポンサーも尽くしたぐい稀な天才だけど努力もすごいからこその今があるんだね それにしても、将棋の賞金少なすぎだね。将棋界全体が、もっと賞金上げてもいいくらいの価値のある世界だと思う。プロになるまでの苦労は大変なんだろうし、これからの藤井君と将棋連盟に期待しています。とにかくすごい。タイトルホルダーと竜王戦で、上位に来た棋士が多い印象。トップや一部の棋士は、これに解説や、非公式戦、イベント出演が加わるから、実際の収入はもっと変わると思う。本当にすごい方だと思う。 将棋の対決が報道に流れているのを見るけど、あの緊張感がずっとあるような場に、何時間もずっと向き合って、勝負するって、勝敗関係なくすごいと思う。はじめはきっと好きから入ったんだろうけど、嫌になる時もあるだろうし、何の努力もなく、こんな結果を出すなんて、不可能だと思うから、人としてとても尊敬します。お金は良しとして応援してます。番組見れないから、勝敗の結果を意味もなく、毎日チェックしてますぞ。 他の騎士さんも面白い方が多いので、頑張ってくださいね。地上波で放送希望してます。将棋と比較される囲碁。囲碁は、プロ棋士も将棋の倍以上500人近くいます。プロ棋士になるのは、将棋より少し緩やかなようです。でも、棋士の生活は、将棋より大変なようです。関西で若手のホープと、少しは期待された騎士が、最近廃業しました。 私たち凡人よりよりはるかに才能に恵まれ、努力もしてきたであろう若者が残念です。この経済情勢で対局量の大幅低下が原因だそうです。AI の登場で副収入の稽古も激減しているようです。年間10名近くの若者が囲碁のプロ棋士になっているようですが、彼らの将来がとても心配です。他の各種競技に比べると少なすぎます。YouTuber、とか言って自室でカメラを前に 小細工や芝居して、奥を稼ぐ者たちと比べれば、どれほど少ないか。全国で頭の良い将棋天才の児童が奨励会に入り、超狭き門をくぐって、やっと四段に、慣れても道は厳しい。大半の慣れなかった人たちは、博士フリーターと同じ苦境。1990年頃に文部省の大学院、重点化政策で、博士号保持者が倍増しても、大学や民間企業の雇用数が増えないままなので、 働き口がなく生活に困る。いくら頭や人柄が良くても将棋や博士号に特化した人は敬遠されがちでバイトコンビニ他業種などで細々と何とか生活してる博士号保持者が1万人以上いる今も増加中科学学問小国になりつつあるせっかくの頭脳人材を生かせる社会にしないと国全体の損失です おまけに邪魔者扱いされることはあっても同情されることはないので余計につらい。対局のみの金額だよね。年齢を考えたらすごいよね。さらに他の収入もあるだろうし将棋の世界は素人の自分でもわかるくらい厳しい世界なのにその世界で4位はすごいとしか思えない。賞金なんかよりも彼自身に価値があるよね。頑張れ。 騎士の年収がが、少ないといとうコメを多く見るがしかし将棋は業界人気の割にはかなり恵まれている方だ。伝統文化として守られている部分も強いしね。主に新聞社が積極的にお金を出すような構造は珍しいらしく、将棋よりずっと普及しているチェスなどでは強くても全然稼げない選手も多いと聞く。東大合格なんてものじゃない。それにしてはもっと稼げてもいいような気はするが、将棋の人気やスポンサーなどとの兼ね合いもあるから。 仕方ないかお金じゃなくて好きなことを職業にできる幸せは何者にも変えられないですね将棋はさ地味な方が楽しみやすいんだよねお金とかも大事だけどそこばかりメイクとすぐ崩れるからね将棋一本で生きていくって相当の努力の才能ないと無理すごいとしか言いようがないです頭いいなどんな環境の中で育ちどのように育てていったのかが気になります 子供たちは育て方次第で、このような子供に育っていきます。幼い頃から、父親か、祖父か、大人たちのやっていたことに、興味を持ち、やるようになったのでしょうね。そして親御さんたちも、上手に、褒め育てしていったのだと思います。幼児ね、2から3歳頃の子育てが、一番大切で、親や大人がしていることをしっかりと見て、真似て育っていきます。幼児だから何もわからないことはないです。怖いくらいに親のすることを見ています。 それはダメ、これもダメと言って育てると、何事にも自信の持てない子に育ちます。一つでも子供が興味を持ったことをさせてみるようにすると、自信を持つ子に育っていきます。危ないことをしてるときは教えながら、人に対しての善悪も教えて育てていくことで、そうすると育っていく上で、良いこともたくさんしてくれる成人に育っていきます。頭脳集団の割には、トップ棋士を除くと、獲得賞金額が低いのではないかと思う。 竜王戦は優勝賞金だけでなく、対局量まで、細かく公表されているが、他の棋戦は推定賞金となる。正直なところ、竜王戦以外の他のタイトル戦、一般棋戦の賞金額、対局量をもう少し上げられないものかと思う。同年代の子供を持つ親として、正直思うのは、藤井棋士はモンスター。という印象ですね。同じ土俵で語れない雲の上の存在という意味ね。そして、私の生涯賃金より、 藤井騎士が将棋で1年間で得たお金の方がずっと多いであろうという悲しき事実、藤井聡太賞についてあなたのコメントはどうでしょうか次のオーディオビデオでお会いしましょう。